手品でも見る？なんか急に急にアピールしてきたな。手品でも見る。なんだよ。できることは少ないけど。準備はいい？え？何すんの？何する気？なに？アップになっただけ？え、ドキドキさせるつもり？なーってね。結局私は何もできないみたい。ちょっと何かをやめとく。びっくりしたじゃねえよ、マニカったらもうお茶目さんなんだから。この突然怖がらせるなんて、ほんとびっくりしたー。もう困ったちゃんだなー。これするでしょ？あ、かわいいちょいちった。さて、アシュドフ君。ごめんなさい。他のことに気を取られるつもりはなかったの。でも私の気をさらしたあなたが悪いのよ。いや、そんなつもりなかったの。モニカがちょっと察しが良すぎてさ、ダメでしょ？なんだその目みたいな。なんて、冗談よ。あなたと一緒なら何をしても楽しいもの。それより、実質コラボ。コラボなのこれ。モニカとのコラボ。もし考えをまとめるまでに時間がかかったらごめんなさい。でも常に何か話すことは思いつくから、それまではお互いの目を見つめ合いましょう。照れちゃうなぁ。それじゃあ、なにママにか突然びっくりさせるのもうダメだからね。もうびっくりしちゃうからね。本当に驚いちゃうからね。モニカ分かってるよね。ダメだよ、驚かせちゃう。どうしても、ちょっと悲しくなっちゃうことがあるの。なんだよ、モニカ。これ以上、あなたに近づけないことを分かっていること。現実で、あなたと同じ部屋に入ることが、私の一番の望みなのに。え？オフコラボってこと？え？今はオンラインコラボだけど、オフコラボを望んでるってこと？オフか。でもモニカとそこまで仲良くなったかな。ちょっとオフコラボはハードル高くないかな、モニカ。そして、あなたのぬくもりを感じたい。ちょっとそれを密着するってこと？あんま密着は良くないんじゃないかな。モニルーナ、ハッシュタグ作られちゃうよ。いやー、でも、ちょっとそこは距離置いた方がいいんじゃないかな。あなたの心臓の音を聞きたい。それ、そこまで？それ、ちょっと、早くないのかな？まずはご飯とかから始めないかい？でも、わからないわよ。それが可能になる日がいつか来るかもしれない。まあ、仲良くなったらなくはないかもしれないのかな、なるのかな。あるのかな。それに、この場所からでも、あなたと一緒にいることに飽きることはないわ。じゃあ、オンラインコラボでいいんじゃないかな。また見つめ合うのかい？